バカちゃんのためにもう無駄な爆死はしたくない。全キャラコンプしたいんです。だから見ててください、俺の100連ということで皆さんどうもこんにちは、三軒茶屋の新平です。今日もこだまやっていきたいと思います。いきなりね、大音量でびっくりしてしまった方大変申し訳ございません。ということで仮面ライダーコラボが来ましたね。イエーイ、すごい。これはね、冒頭は空間のね、名シーン、初めてマイティフォームに変身するシーンから撮らせていただきましたが、はい、そんなねところから分かる通り、僕クーガの同世代でございます。いや、いろいろね喋りたいことある。うん、仮面ライダーコラボ、しかもね、ごめんなさいね、その動画がだいぶ空いてしまったと思うんです。いや本当にこの時期は本当に死ぬほど仕事が忙しくて、マジでもう本当に社畜みたいな生活を送ってたんです。で本当に動画を撮る暇がなくて、ということでもう早速ね、仮面ライダーコラボ今日からということなので、本当にねちょうど今日やって一段落したのでガチャを引いていきましょう。いや本当に今回すごいと思う。いろいろねちょっと引きながら喋っていこう。いくぜ、全キャラコンプ目指していくよ。ただね、毎回俺はコラボに弱い、本当に弱い、毎回天井に行く。うん、それもね覚悟してる。で今回キャラも多い、だからもうしょうがないかなって。アクセル、アクセル、さあ振り切るぜ。いやこれさ、本当に何がすごいって、いや俺、うん、おっと、いそりゃーってね。いや何がすごいって、僕ツイッターでもねつぶやいたんですけども、声優どうすんのかなと思ったんです。CV、 そもそもだって仮面ライダーの声をね当ててる方って俳優さんじゃないですか。でしかもダブルとか、そのやっぱり若手俳優の登竜門になってるわけですよね。もう須田くんですし、でね、カブトなんて水嶋ヒロですし、なんかその売れちゃってる俳優さんもたくさんいるし、ちょっと難しいのかなと思ってたら、まさかベルトオンで来るとは、ベルトオンで来るとは思わなかった。だってね、クーガが小田切丈さんじゃないですか。ベルトオンでやるのかっていう。で、まあ、蓋開けてみたら、そういや平成ライダーのね、この特に後半のベルトはよう喋るなと、うん、ドライブなんて会話でしてますからね、ベルトと。なんかそこをうまく使ってくるかと思って。はい、20連目。おっと、やばくない？いやこんだけの熱量込めてんのよ。せめてせめてせめてみもう虹でね。今のね01はね、1話とか見たんですけど、全然やっぱ見れてなくて、全然わかんないんですけど、ただ生放送見てね、エフェクトすごいね、めっちゃかっこいい。で、生放送ではクーガのね、その使ってみた動画はなかったので、クーガがちょっとどうなってるのかわかんないんですけど、クーガは特段エフェクトないのかな？それとも、凄技出した後にクーガの紋章がボーンと出たりすんのかな？あれがね、こう、ついてこう、そっからバーンって爆発するので、で、本当にいろいろ、なんか、思考を凝らしていて、すごいなって思ったって、なんかさ、ちょっとどういうこと？30連、まあ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 、星5、6、4、5が出たもんね。最初に言っておく、俺はかなり強い。アルタイル、ポーン。はい。いや、これもさ、いいキャラだよね。その変身するたびに記憶が失われてしまうっていう。さあ、30連、見事に爆死しましたけども。さあ、こっからが本番。え、マジで、一回も花咲かないじゃん。どうした？え、どうした？マジで。え、今回そんな渋いの？いや、そんなはずはないよ。だって、俺、このコラボ、絶対子供を取り入れに来たなと思ったんですよ。で、かつ、その親世代もしっかり
取り入れてきてるなっていう。いや、え、子供泣くぜこれ。あれか、子供にねだられた親が回すパターンか。で、1号2号が出なくてもっと回すパターンか。まあいい。いや、え、マジ本当に？もうこれ以上もう無駄な爆笑を見たくないよ。俺だけ笑顔でいたいんです。だから変身させてください、クーガに。え、マジで？え、ちょひどくない？え、これはまずいって。50連爆死でしょ今。1,2,3,4,5,60 連爆死じゃん。は？おい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 、ねえぜそりゃ。やっと開いたよ。これで2枚とか抜くんでしょ。2枚とか抜くんだったら俺全然許す、全然許すよ俺は。それは今までの無礼を許してやろう。は、パルカンかな。はい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 。はい、ということでね、今やってるゼロワンのサブライダーというか、まあ、これもメインライダーには入るんですかね。はい、バルカンでございます。まあ、とりあえず70連目で1体。70連までいくと確定の実が1個引き入れるので、ちょっとほんとひどくない？確定の実が1個ね、交換できるので、まあ今実質2体当たってるようなもんかな。ただ、70連確定の実は被る可能性があるのでちょっと怖いんですよね。マジでやばいってこれは。本当に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 ライオンだ。マジで言ってんの？嘘でしょ。ちょっと待って、確率どうなってんの？これは皆さんピックアップを待った方がいいかもしれないですね。ピックアップごとに引いていくのが正しい選択かもしれない。全部出ますは全部出ませんかもしれない。頼む、1号2号。アイアザス、まあ1号2号の2はちょっとね難しいですよね。ただ4文字っていうその場所指定がないっていうのがすごく強いと思います。さあ、こっから怒涛の追い上げ。あとはオッケー、流れ星が流れないのがちょっと怖いけど、クーがダブル、でも俺がこうね生きてきた平成のライダーを、ちもういいよそういうの本当に。まあちょっぱやか、あんま出てないからいいんだけどさ。いやもう本当にいい、そういうの、そういうの本当に求めてない今回は。よし来た、よしよし、もうこういうの、こういうのだよ、待ってたの、待ってたの、こういうの。クーガ来よ。でもね、正直今回熱いのはクーガとダブルです。この2体、この2体が正直熱い。だから、おっと、手と田だよ、これは。これは来たんじゃない？アイアザス！俺、30！ いや、これね、まあ、使ってみたとかもね、言って出そうと思うんですけども、そこでちょっと詳しく喋ろうかなと思うんですけども、まあ、電王のあのスタイルっていうか、そのシステムっていうか、その
仮面ライダーとしての特徴を、あ、こう言霊に落とし込んできたかっていうところの感動はあります。そしてはい、いただきました。さあお前の次を数えよということでね。いや、立木さん、うん、でこれは僕ね、あのツイッターでつぶやいたんですけど、あの最初こうダブルが2属性あったんで、あの最初にね発表されてたイラストで、まあ2属性来るんだな、で木属性と闇属性なんだな、あれでもそれって木属性が死で闇属性が、あ、ごめんなさい、木属性がサイクロンの差で闇属性がジョーカーの字だとしたらめちゃくちゃ強くない？あ、でも文字でだって書いてあるから、そっか、ダブルなのか。あ、だとしたらだの闇と木なんだなって思ってたら、サイクロンジョーカーのサとシもついてる、やばいでしょ。さあということで100連終わったわけなんですが、残り1体クーガが、僕はこれが一番欲しいんですよ。クーガが一番欲しいんじゃ。ということで引きに行きます。110連流れ星、流れないか。うん、アイスキップ。はい、ということで110連かな、110連を回し、130連も回していた私、全然見当違いでしたね。130連回して、クーガ以外を引くことができました。まあ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 、いい方なんだろうね、多分ね。で、まあ、素材に関しては、氷をね回っていく必要があるので、進化はさせておこうかなと思います。で、使ってみた動画とかをね出していこうと思うので、しばしお待ちください。で、クーガーに関しては交換しようと思います。あと20連どっかで引いて、20連の石ぐらいは多分ね回収できると思うので、各クエストのクリアと このパネルのクエスト、コンプリート報酬とかでどっかのタイミングで、20連ぐらいだったら引けると思ってますので、そこでちょっと、20連引いて、まあ、そこで20連で出ちゃったら出ちゃったなんですけどね、まあまあ、クーガー交換しに行こうかなと思います。まあ幸いかぶりとかもなく、ここまでポンポンポンと来れたので、僕の最初ね本当どうなのかと思ったんですけど、僕のガチャ的には成功だったのかな。うん、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。こっからね、仮面ライダーコラボの動画をバンバン出していこうと思ってますので、どうぞお楽しみにしてください。ということで、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。みんなのね好きな仮面ライダーとか、第2弾があるとしたらどんなライダーが来てほしいか、またねどんな特性になるのかとか、ぜひぜひコメントいただけたらと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。